画面の前の皆様こんにちは、ベルクラです。でね、よくやってます。私よく聞く。よく聞きますか。今回ね、ゲーマータレントのね、ゲーマータレントのこのリラン君をね、リラン君と一緒にやってきてますけど、元気？骨アタック。骨って言った今。骨アタック。骨骨。ああ、なんか勇ましいね。骨だね、それね。そうなの。うん、カルシウムだね。カルシウムだね。カルシウム今取ってた。あ、そう。骨かじってた。骨かじってたわ。骨っこ食べてってやつよね。ナッツ、それなんだっけ。骨っこ食べて。骨っこ食べてってあったでしょ。ね、ありましたね、そういえば。ありましたでしょ。思い出しました。思い出しちゃった。思い出してきたよ。思い出してきた。何でしょう、何でしょうこれ。骨っこ動物みたいな。大丈夫、なんかコミショみたいになってるけど。おお、ウサギから自らウサギがこの館に入り込んできた。アホか。熱っ。アホか。熱っ。熱っ。どうしたの。いやー、熱かったっすわ。アホか、熱って言いながら池に飛び込む女もどうかと思いますけども。どうしたんですか一体。いや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 、うん、もうね、今燃えました、久々に。燃えた、うん、うん、燃えポイントだった。燃えポイントでしたわ。燃えポイント来ちゃった。いやー、なんか夏の雨みたいな感じでしと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 。あ、いいね、うん、いいね、涼しいんだろうねこれね。うんうんうん。で我々これ拠点をここ作ったわけだけども、はい、ここにね、新しくもっと快適なね家を、そうそうそう、作ろうとしてんだよね。ね、作ろうとしてるわ。オンラインだと早いからね。早い、うん、でももう限りないよね、うん、私もう終わったかと思ったらさ、またなんか、終わりません。なんか上に積み重ねちゃったでしょ、私これパート200以上かけて終わってませんから。これ確かにね、終わらないんすよ。うっさっぴょん、ごめんね。うさぎにはもう。ちなみに時間にするとどれぐらいやってんの？時間にするとどんぐらいだろう、400時間ぐらいですかね。100時間って何日ぐらいだろう。何日ぐらいですか、ちょっと計算してください。やはり算数に強い、リラン君にね、お願いしたい。いつ言ったそんな。え、弱いの弱いの。弱いよ。あ、そう、知らんかったわ。うん、だいぶ弱いよ。だいぶ弱いっすか。うん、あ、だいぶ弱かったっすか。よろしくね、あとは頼んだよって感じ。うん、私は多分ね、あの視聴者さんが計算してくれてんじゃないかな。うわー、出た、そうやってもう人に頼る。いや、あなたに言われたくないね。あなたがもう頼ったんやろ。申し訳ね。じゃあちょっと400時間が 何日ぐらいかをね。どうします今日。今日ね、まあ本当はこの家をね、じっくりまったり引きこもって作っていきたいななんて思ったんだけども。わかる、うん、もう何もせず無心にこの石を積み上げていく。うん、今無心に石を集めている。なんかこうほら、私フォレスト頑張って結構建築やってるんだけど、喋ったりしてね喋ったり、まあ、喋ったりなんだりして、でも、これね、人の家に、これ私のサーバーじゃなくてこれリランのサーバーなので。ああ、そうね、そう、人の家に遊びに行くってあんま私ないんですよ。ほう、そうなの、そう、ないんです。だいたい私のところに呼び寄せて、手伝ってもらうみたいな、だからこれ私がいくら頑張っても私の建築ではないので、なんかこう、気が楽ですね。まあ確かに、でもまあほとんど場所配置とか全部ベルクラさんだけどね、これ。ちょっと私の本能がね、ちょっとそうさせるんでしょうね。うん。あ、ベルクラさん見て見て。虹だよ。あ、虹ね。これそう、よく出るんすよ、雨の後は。綺麗でしょう。よく出るって言われるとさ、なんかすごいなんかこう。ちょっと訂正しようか。見るって言われると、訂正しようか。いや、すげえな、虹出てるなこれ。いや、綺麗だよね。初めてかもしんない、こんな虹。マジ、やっぱ虹って幻想的で素敵だわ。やっぱすごいね。
いやーちょっと、あ消えちゃった。虹登りたいね。虹登るにはやっぱ下駄が必要って言うからね。下駄？下駄。え？初めて聞いたぞ。あ、そう。うん。あのゲゲゲの鬼太郎でね、そういうこと言ってましたね。うん、あ、アロエがあるよ、出た。アロエ、アロエある。アロエがあるよ、ベルクラさん。アロエはね、傷によく効きますから。うん、もう何でも万能アロエだもんね。万能です。もう胃を痛めてもアロエ、やけどしてもアロエ、うんうん、そうだね。気がめいってもアロエって言いますから。そうだね、もう、うん、何にもかんでもアロエ使おうとするもんね。そう、もうおばあちゃん、うん、おばあちゃんが特にね。そうなんだよね。私よく食わされてましたよ。うん、私もよく塗られてましたわ、うん、アロエ。なんかお腹が痛いって言うと、もうすぐ庭に行ってアロエ引きちぎってきて。そう、うちもそう。ちょっとやけどしたっていうと、うん、すぐ庭からアロエ引きちぎってきて塗られたけどね。うん、ありますね、あるあるですね。うん、うん、聞くのかちょっと分かりませんけれど、実際のとこどうなのかはすごい分からないんですけどもね。子供の頃はよくやられてました。やられるよね。お灸据えたことあるでしょ。あります。あれさ、最初全然熱くないのにいきなり熱ってなるよね。うん、ありますからね。いきなりなるよね。徐々に近づいてくるから、あれ。うん。皮膚に。だっつ、ばあちゃん、熱っ、熱ばあちゃんみたいになるから、うん。うん。私もさ、お腹が弱くてですよ。ああ、お腹にお灸やりましたか。おばあちゃんにお腹にお灸据えられたことありますわ。うん、ああ、なるほど。なんか、お灸据えられるというと、あの、怒られた時の例えでもありますもんね、それ。あー、確かにね、お灸を据えるっていうからね。お灸を据えるってね。ベルクラさんはどっちのあれでお灸据えられたの？いや、まあまあ痛い感じで、痛い感じでお灸を据えられてます。痛い感じで、あの、やっぱなんか腰が痛いみたいな。あー、そうっす。私も胃が悪かったんで、うん、腹が悪かったというかね、うんうん、なのでよくそうやられてましたね。やっぱ痛いところにお灸据えられるよね。据えられるんですよね、あれね。痛いね、あれね。うん、あーね、どうしよう、槍どかし飛ばしちゃった。槍は棒を2つ合わせて、まず基本の槍を作ってください。はい。その後骨と布と合わせて作ってみてください。布何個だろう。布2個ほどじゃないですかね。おー、できた、よかった。そうです、おかえり。まあ、こう見えても私ここでもう何ヶ月も過ごしてますから。うん、息子も探さずにね。そうなんです。ほんとね、よく言われます、視聴者さんにね。うん、息子いつになったら探すんですかみたいな。いないしっていう。いないんでしょ。まあ、うん、ぶっちゃけいないしっていうね。うん、悲しいね。ちょっと息子探してみる。じゃあちょっと、そうね、探しに行きましょうか。ひょっこり現れるかもしれないよ。ちょっとはなんていうか、父親の意地を見してやるかな。うん、今日はちょっと息子を探す会する。そうね、しましょうか。じゃあちょっと準備してくるわ、うん、冒険の。あ、化粧とか。うん、お色直し的な感じで。お色直し、お色直しね。うん、うん、いいじゃないですか。やっぱ女性はそういった下準備がね、大切ですもんね。うん、でちょっと飯食って、足食って。ああ、女性はね、やっぱ足食うっていうところから始めないとね、うん、コラーゲン。足食って、そうね。足食って水飲んで、うん、ボンアーマー着て。捕らえられたなんか野蛮な男みたいになってるよ、それ。え？うん、そこから抜け出れない感じになってるけど。うん、出れないよ、これ。ああ、ここから出てください。こっちから出てください。こうね、ええ、はいはいはい。じゃあちょっと水も飲んで、ボーンアーマー着て戦に行きますか。やっぱり水はね、これですよ、リラン君。ん？やっぱ水はこれでしょ。お、なんだね、それは。ベルクラフト、ほら、水をここに蓄えて、鍋に。ほう、鍋ない。で、これ持ってくんすよ。鍋ない。鍋その辺に落ちてましたよ、キャンプ場みたいなところに。これがね、重要ですから。本当ね。本当ね。なんか急に九州弁っぽいあれが入りましたけど。まあ、九州ですからね、私言って。あ、そうみたいですね、どうやら。あなたも九州でしょ？まあ、出身九州ですよ。うん。
知ってました？知ってますよ。知ってますか？うん。出身九州なんですよ、私実は。うん、何内緒にしてたの？してないよ。うん。うん。なんかね。まあ九州同士、はい、仲良くやりましょうよ。そうね。もう九州って私だいぶ帰ってないから九州弁を喋る女子を随分聞いていないんですけども、うん、まあ、ここで改めてやっぱ九州弁を聞きたいっていう人もいるでしょうから。九州弁っつってもさ、うん、私はさ、うん、まあ、福岡なんですけど、うん、なんとか茶じゃないからね。茶？あ、ラムちゃんみたいな。そうそう、ラムちゃん側だから私。あ、ラムちゃん側だから。ラムちゃん側。あ、どういうこと？なんとか倍じゃないから。ああ、そっちね。なんとか倍とかなんとか等じゃないんですよ。あ、まあ私の長崎とはまたちょっと違いますからね。うん、 いいですよ、別に。別にその倍と茶をこうなんか戦わせようという意思なんて全くないですから。そう、だからよく福岡弁って言うとさ、なんとか等とか、うん、うん、言うでしょ。だけど、うんうんうん、なんとかちゃーなんすよね。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないかと。うん。よかっちゃなか、よかっちゃなかと。ちょっと何言ってるかわかんない。よかっちゃなか。うん。ああ、よかっちゃ、よかっちゃ。うん。そんなこと言わないですけどね。あ、そう。あ、それ言っちゃね。あ、よか、よかとね。うん。よかよ。それよかね。おう、よか。うん。今回は九州弁縛りで洞窟探検行きましょうか。出た。そうやね。そうやね。行きましょう。じゃあ、うん、どっち進むん？どこ行こうか。どこ行こうかね。そうやね。こっち行か、行こうか。おう、そっち何があるん？わからんとよ。ドガナットとかは分からんけどね。そうか。分からんけん。コンコラレンけん、コラレラレンけん、コンコンですわ。お、どうした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 、これ、うん、浮き輪やない？浮き輪です。取れません。なんだよ。取れません。なんかちゃん。なんか。うん。取れんけんね、それ。残念ながら。よかったわ。うん。たまには九州弁で喋ってほしかみたいに言われたりせんと。そうやね。でも私も九州弁全然出らんけね。うん、出らんけね。うん。うん、そうあんね。そうなんよね。うん、これどこ行きよんの？洞窟向かって行っとるけんか、これ。うん、ああ、洞窟行くん。洞窟行くけんか。もうこのまま洞窟にバー行くけんか。うん、じゃあ洞窟行こうか。うん、やばい、日本刀欲しかとだよね。日本刀とかどこにある？日本刀欲しかとよ、うん、日本刀とかどうやって作る？作りはしないね、鍛冶職人じゃないから。ちょっと落ちとるん？落ちとるとよ、落ちとっとよ、うん、あ、そうなん。落ちとっとる。これ山登ってたらどこ行くん？山登っとったらね、まあ、うん、なんか雪山とかにとね、行くことはあるけどね。それ嘘やろ。あ、雪山あるけん、雪山あるけん、ほんと、ほんとやろ。何これ、キノコ生えとる。キノコも大切な食料源やけんね。ああ、そうなん。そっか。まあ、ちょっとこっち進ん、こっちはよく行く方面なん、これ。あ、なんか。お、これ来たな。うん。これいるね。これ博多の博多ですわ、ここ。これ博多？えらい寂しい博多やんね、これ。博多着いたけんね、これ。ああ、もうほら、だって人が、うん、人がおっちょよ、ここ。豚骨ラーメン売ってる？うん。首がおっちょ。首おったわ。うん、首がありましたわ。うん、博多の首ですわ。博多の首。うん、博多の首。の首。そうそう。あ、CM あったけんね。うん、めっちゃ面白いのあるんやけど、こう見て。これ博多のカメラやけん。うん。うん。
これで ね、 カメラがね、記念撮影、やっぱ観光してくる人もいるからね、博多に。あ、そうよね。そうそうそう、思わるわ。うん、何やろうか。あ、斧作っとこう。斧作っとかんといかんけんね、俺。え、この斧、あ、これ治安か。うん、これあれかと思った。なんかあのペンキ、うん、ペンキをなんかこう塗ってる途中で、あ、塗ってて、うん、それが剥げたんかと思ったわ。そういうこともあるけんね。まあまあ、うん、こっちこっち来てん、こっちこっち。頭にほら、頭に靴刺さっとるけん、これ。あ、頭に靴に、なんか口にペンですわ。うわ、ほら、またすごい拷問を受けた。これはひどい拷問受けたな。うん、あ、鹿やん。鹿いたか、鹿いたか。痛い痛い。よし、なんとか取る、取るんや。ダメ、逃げられた逃げられた。後ろにいるぞ。後ろにいる、後ろにいる、後ろにいる。あ、待って待って、追い込み、追い込みかける。これでいこう、これでいこう。追い込みかける、裏から。そっちに追い立てる。詰まってる、詰まってる。うる、よしよしよし。あー無理。あー、ちょっと向こう行っちゃったな。いけるか、いけるか。追いかける、追いかける。ナイス、カワハゲ、カワ。成功しました。うん、カワハゲ、カワ。使えるの？これね、実は石を多く持てる袋みたいなのを、作れると思う。ベルクラさん。うん。どこおるん？上にいますよ。ほら。はいはい。で。うん。どうぞ。おお、でけえ。すげえな、おい。収穫しました。どうぞ。いや、うん。まあまあ、じゃあなんか皿になんか入れていただけたら。うん。うん。私の取ったものと交換、物々交換しましょうか。オッケー。それ、乗ってないよ。頭。頭落ちてるやん。チャンネル登録は。PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。これは？それはあなたのお気に入りの生首でしょ。うん。